はいどうも、ザンダルキです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日金曜日、まさかの大量にバリアントが追加されてるってことで、まあ、厳密にはね、昨日追加された分もあるんですけど、まあ、今作は木曜と金曜日に、マスターの更新が入るっぽいですね。なんか一応ね、バンガードがね、月曜とか火曜更新だったから、ちょっと今作と若干法則性が違ってるんですけど、まあ、一応ね、本日に大量に追加されてるってことで、早速見ていきましょう。こちら。はい。3つほどね、ちょっとバンドルが実装されてるんですが、今回紹介するのは値段的にも一番のお目当てになっているこちらの、ローマ数字の7で強欲っていうね、もうグリードって書かれてるんで、おそらく7つの滞在の、強欲を引用してるバンドルなんじゃないかなと。でこちらですね、なんとキャンペーンで使用できたこちらの黄金の装飾バチバチ入ったデザートイーグルが使用可能ということで、はい、詳しくはこちらの動画ご覧ください。いやいいですね、これキャンペーンの中でも結構印象的でしたからね、素晴らしいと思います。もうほんとザ・マフィアギャングみたいな、こう品がありすぎて逆に品のない感じのデザインいいですよね。そしてキャンペーンでは登場しなかったMP7 もね、こちらも、初登場ということで、こちらもすごいデザイン凝ってると思います。で、キャラクターがすごいガタイのいいお兄さん。ははははは。なんかまあ、多分ギャングっぽいな。で、ナイフですね。で、これがね、キルカウンターがついてて、多分これ、連キルした時に多分表示されるやつだよね。っていう形のおしゃれなチャームもついてきてますので、早速こちら購入していきましょうか。ということで、2400CP 購入、グリード。さあ、まずカスタムの方なんですけど、うわ、めっちゃ眩しい。めっちゃ眩しい。うわー、眩しい。あ、ここで見たら綺麗だね。一応アタッチメント構成はこんな形らしいですね。そして、デザートイーグル。アタッチメント構成はこんな形。はい、ということで、こちら、眺めていきます。うわー、めちゃくちゃ眩しい。綺麗。いや、この品のない感じ素晴らしいね。うん。品がありすぎて逆に品がないっていう。もうこれほど的を得た言葉はないでしょう。いや、めちゃくちゃいいね。うわ、売ってる時のこのマズルフラッシュのこの光り方もさ、余計眩しく見えてら。そしてデザートイーグル。はい、課金。おい。あ、マガジンもかっこいいね。はい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 。眺める動作おしゃれですね。はい、ということでリロードするとこんな感じ。よいしょ。ということで、こちらがね、今回2種類実装されてますので、早速使っていきましょう。ということで、これからもですね、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通常届くにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、参りましょう。さあ、では早速こちら、メルカドラス・アルマスのドミネーションやっていきましょう。ということで、ここは初手はシードリかな ?OK。で、まあ一応今回ここね、麻薬工場なんで、もうぴったりなわけですよ。この MP7 のこの、ね、品のないというか、品がありすぎて逆に品のないこの黄金装飾と。はい、ということで早速やっていきましょうか。いや、今日めちゃくちゃ、影でもさ、めちゃくちゃ光ってんね、君。いやー、印象強いな。でさ、今回ちょっと、ウォッチ機能がなくなって、この、ガンスクリーンっていう、このなんか銃にアタッチメントというか、なんか変なモニターがついちゃってるんですよね。そう。これでいったら今作のウォッチ機能がありますよってことなんですけど、これ正直さ、まあ、かっこいいし見やすいんだけど、なんかあれだよね、実銃感ちょっとなくなっちゃったよね。まあ、そこはすごい残念かなと思いましたね。実銃的なところで言ったら、こんななんか変なスクリーンに乗っけた銃はあんま見たくなかったなってところあるんだけど、ただまあ、めっちゃおるし、ちょ、一人しかいなかったし。やっぱインフィニティワードでこれはやってほしくなかったなって正直ありますね。今作やっぱ実銃を、なんかリアルさで売りでやってるところあるからさ、そこをなんかこんな実銃ガン無視で、なんか溶けつけられるみたいなのはあんまり欲しくはなかったところではあるんですけど、まあ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 ね、あのトリアークとかだったらもうバンバン剤の機能ですよ。めちゃくちゃ見やすいし、やっぱ時計ってね、すごい見にくかったところあったじゃないですか。それをこういった形でね、改善してくれたっていうのはすごい、まあインフィニティワードの手腕だと思うんで、まあこれは全然ありかなとは思いますね。ただ実銃感はちょっとなくなっちゃったなっていう。でこれちょっとレーダー映らないようにここでエイム置いといて、来てなくない？おー、バレてる。レーダー見えてたんかな。まあ見えてても勝てるのがこの MP7 なんですけどね。さあ、ではいたな、待つじゃん。はい、こういうことです。素晴らしい。で、一旦リロードするで、多分投げ物飛んでくるから、そういうことね。分かってる分かってる分かってる、投げ物飛んでくるの分かってるんで、こういう形で対応させていただきたいんです。で、いやー、何人くんね、お前ら。まあ、とりあえず、UAVとカウンターはガンマッシュしていきましょうか。その、これだけで敵の嫌がらせは最強です。で、C 取られそうなの、草生えるな。二人ぐらい映ってんね。一人、左行ってるけど。C やる、守る、ナイス防衛。B 取られてんの？敵なんか結構旗絡みいいね。B 取られそうなの、草生えるよ。味方後ろ。ナイス。で、こっちから、こう行く。ナイス。で、味方結構キルしてくれてるから、これ UAV カウンターのデッサの3連コンボ。これだけで、先打ち絶対勝てます。先打ち勝てます。で、後ろいるよ。レーダー見えてんね。見えちゃってるけど勝てるんです。ふっ、ふっ、ふっ、ふっ。デッサをうまいこと使って。いなくない？アルファいる？一旦 UAV オンライン。これアルファ取っちゃっていいよね。待って、いるくない？くっさ！危な。これ UAV 出てなかったらやばかったね。で、これ A 取ったと見せかけといて。いや、取れるね、これ。まあまあ攻めて投げて、抑えます。
来てるから弾幕弾幕ほらーつって一貫ここでリロード。来てるね、こっちから来るから待つ。上から来るの知っています。私は知っています。で後ろから来ることも知っています。いやー、ここぞという時に打ち負けてしまう、このクソ。私のプレイスキルのダメなところ。あー、 D 打ちすれば勝てる。オッケー、いい、素晴らしい。15点パーフェクト満字で、どうしよっかな。これ敵どこいんの。いた、これね、敵フルでいる。待って、後ろ。いやー、もうなんかさ、全然こっちチームが勝ちすぎてんのかな。なんか全然さ、なんかこう情報が出てこないんだけど、敵がこどこどこ乗ってるぞっていう。あ、アルファね。はい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 。で、ここで角マッチする。で、ここから来るやつは対応できるし、後ろ A 乗った瞬間に振り向いてキルできる。あ、ちょっとめっちゃしてんね。リロードして。いますね。いや、なんかドミネーションが、え、メルカドラスアルマスってこんな、ドミネーションだっけ？なんかもっとさ、ポンポンポンってハイテンポになるかなと思ったけど。B いるね。やる。ナイス抜き。で、B 戻して、来てないね。なんかめちゃくちゃテンポ感悪くない？え、なんで？俺これトーク繋げるの難しいんやけど。もっとさ、テンポパンパンパンって敵が湧いて、B 乗ってるわ、こっち行かなあかん、みたいな。欲しいんやけど。C ないね。使わせていただきますわ。はい、いただきます。よいしょ。まあけどクオリティは高いですよね。うん、ちょっと遠くないかこれで繋ぐけど、まあ、これ行ったふりしてこうやって待つ。はい、こういうこと。素晴らしい、完全パーフェクト城の内。よいしょと、あー、またこれこっち来るやん。待つ。はい、顔出してきたところ入り抜く。こういうこと。これやらしい立ち回りで、また C をこれで取る。素晴らです。で、デッドサイレン使っての足音消してるから、これで打ち勝てますよと。はい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 。で、上いること分かったんで、もう顔出しません。はい、さよならバイバイ。いいね、最高キルストリークじゃないわ、あの今持ってる現状のキルストリークで一番でかい SAE 出ましたよと。さ、これで上持ってるから、これ行くじゃん。すっ、あ、いるよね。おい、とどめちぎ、やーい。一応これね、あの麻薬工場って言ったと思うんですけど、ちょっと待ってな、来るかな、いないね。ここほら人形あるじゃん、ここほら麻薬詰められてるんですよ、やばない。あーばば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 、ここね、意外と普通のね市街地かと思ったら、ちゃんとね麻薬カルテル系のねマップなんですよね。これ気がついたから少ないと思うんですけど、実は人形に麻薬を詰めてるっていうね。今はそんな古典的な方法でやってんのかな。なんかね、けどやっぱ麻薬の密輸って言ったらなんかそういうイメージあるけど、やってるんですかね。で、こっち行って、投げ物も投げて、遅延行為。ナイス、月虫、でかいよ。はい、ダブルキル。これ、運ゲーです。ありがとうございました。さあ、10連キル行きました。さあ、これでスクリーン見たら、25キル4ですって書いてますね。はい、私の KD が映ってますよと。で、ここで待つ。味方やってくれ。やってくれたね。オッケー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 。で、まだ奥に一人いること分かってるんで、これ抜くか、デザートイーグルで。いるの分かってるよ。はい、お疲れー。何してんの、こいつ、マジで。ははは、やばすぎ。PGW 持ってクソイモ角待ちや。アルファ取る。来てないかな。さあ、味方がその左の方見てくれてるんで、私はこっちだけ見ますよと。素晴らしい。ナイス防衛。さあ、これでアルファ取っての、逆にちょっとあいつのポジション真似するか。でもさ、ここのさ、ところで PGW に持ってもさ、アルファ守れんくらい？まあ、普通に C 防衛しよう。ここいらあたりで SAE オンライン。さあ、やっちゃってください。SAE パイセン。で、ここで待つことによって、なんか意味あるんかな。A 来てる？え？どうなんだろう。ナイス SAE キル。ここのイモリって何が強いんやろ。A すぐ防衛できるとか、もうちょっとこっちで守った方が強いけどな。ここでこういう形でする。アルファ来てるから、はい、ここでやる。オッケー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 。何をしたかったんだろうね、さっきからそこでずっと持ってるあの子は。で、上いるね、これ。あ、けど来てないな。さあ、では P90 で、いる。いやー、めっちゃ人数おった。よいしょと。ブラボー。一人、で、二人目は来てない。よいしょ。一回 B 戻しましょうか。さあ、しっかりと旗絡み。これ C 取っていいかな？ナイス UV？ あ、敵か。これ C 取った方が強いかな？ブラボー取られるぞ。ナイス防衛。多分これアルファ取ってるから C 取った方がいいね。はい、デザートイグランケン。ニアつける素晴らしい。で、これ行ったふりするじゃん。で、こうやって立ち回って、上そこ持ってないこと確認したら、こう。で、乗ったと見せかけて、はい、戻る。はい、素晴らしい立ち回り。これは立ち回りでしょ。たださ、テンポ感悪くない？この、今の、このメルカド、ラスアルマさん。ベータの頃もっと、ハチャハチャしてたドミネーションだったのに、今めちゃくちゃ落ち着いてる。危ねえ、ナイス、飛び出し打ち。で、カウンター出しつつ、これは腰打ちで、やるじゃん。で、まだ後ろから来てるから、これは、デザートイグルで見る。いやー、2発外したー、これ俺なんでバカー。あれは絶対決めなきゃいけないでしょ、ジャンダルク。何やってんねん、これはやるわ、普通に。で、やりつつ、こっちから来てない。いるね。やるじゃん。で、このまま裏ドリングをデッドサイレンスで行く。さあ、弾数20発しかないんで、ちょっと怖いところあるけど。いや、バレてるー。いや、バレてなかったらこれやれてたな。まあ、見てもらうと分かる通り、打ち合いはね、非常に強い銃なので、ぜひぜひこちら、アンロックして使ってほしいところではあるんですけど、アンロックというか、課金してね、使ってほしいところではあるんですけど、マジ？いるな。フラッシュ！ナイス！見る。ナイスキル？いいっすねー。いや、もう、アイアンサイトが見やすいから、これデフォでサイト乗ってたけど、バリアンド乗ってたけど、外して使うのが正解やな。最後、普通に C 取るか。
ナイスキル。いや、マジでさ、敵抜けたな、最後。いや、なんかマジで謎なドミネーションでしたね。本当に。なんか、いや、スコア見てもらうとわかるけど、6000スコアじゃないですか。だから、これ確保以外も多分防衛もね、結構ポイント取ってるはずなんですけど、全然他の人がさ、関わってないっていう。敵も味方もさ、ドミネーションしてないって言い方したらちょっとあれなんだけど、全然動きなかったですね。はい、という形で、ちょっと珍しい形のね、ドミネーションでしたが、一応まあ、キルレもね、4ということで、4以上ということで、まあ、MP7 の強さをね、分かっていただいたんじゃないかなと思います。はい、ということで、これからもですね、Call of Duty MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。